公演終わりに来たよって言ってもらって、あ、終わったんだ、ちょうど終わったのかな、なるほどね、見るの楽しみ、やった、え、なんかもうさ、うん、だいぶ経ったからさ、コラボ配信始まって、はい、確かに、だからみんな忘れてると思ってた、え、確かにもうあることですね、うん、あることも忘れてた、みんな覚えてるかな、ね、覚えてますか、でも結構最後ですよね、え、結構てか一番最後、めっちゃ最後ですよ、うん、めっちゃ最 後, ゃ最後、あ、でもおいもちゃんとかが明日って言ってたね、明日まで見てくださいね、見てくださいね見てくださいね、面白い、本当に面白いじゃあ読んでみる、読んでみましょう、いいよ、じゃあこんばんは、せーの、こんばんは、はい、HKT48 夏のコンサート2023年直前コラボリレー配信、この時間は大張里咲と松岡花がお届けします、イエーイ、7月17日に開催の HKT48 夏のコンサート2023に向けての意気込みなどをたっぷり話していきたいと思います、はい、さらにこのリレー配信の最終ランキング1位のユーザーのさんには、うんうん、今回のコンサート T シャツにサインとユーザーネームを入れてプレゼントします、うん、これあれか、書いたやつか、はい、書いたやつ、ああ私のルームで見ていただいてる方は私のサイン入り T シャツが、うんうん、花さんのルームで見てる方は、うん、花さんのサイン入り T シャツが当たります、なるほどね、そちらもお楽しみに、お楽しみに、よし、これで OK かな、ね、コメントを読む、今日何してた、今日何してた、今日はリハーサル、リハーサル、私も、はい、リハーサルでしたね、私もね、実は花さんと一緒でした実は実は実はね皆さんは皆さんは何してたのかな、皆さんは仕事ですかね、仕事か、で、花、今日リハーサルの人何か違うんだよ、何だと思う、分かった、髪の毛切った、髪の毛染めた、染めた、えぇ、ー、ちょっと染めましたか、染めました、え、なんかリハーサル終わってミルクティーにしましたか、え、わかんない、あの、おもかせ、かいいだけど髪の毛染めてきた、しかもなんか、あ、外はね、あ、多分これね、なんか、いい感じ、癖ね、ドライヤーでした、そのまま来た、え、めっちゃ可愛いです、本当可愛い、嬉しいでした、私とするためにしてきたんですよね、なわけないこのコンサートのためだよ、でも今日私とする前に来たってことは可愛いねえ、ごめん、このショールームが決まる前から予約してた、あ、そうなんですか、悲しい、面白い、可愛い、めっちゃ2人の関係性だって、関係性は、うん、なんだろう、でもなんだろうね、一応先輩と後輩何じゃあ普通に先輩と後輩だし、うん、でも、警報コインね、そう、警報出てくれてる、結構合うし、めっちゃ優しいんですよ、うん、本当になんか、100年先とかも最初出た時とか、うん、めっちゃ教えてくださって、いや、難しいもんだって、もうやばいと思います、もうだって急にさ、結構もうね、最初の段階で人がさ、いなくなっちゃったからさ、なんかめっちゃ難しいですよね、急遽出なきゃみたいな感じだったからさ、そう、ダンスめっちゃ上手で、もうやばいでも、みさきちゃんも、うん、あの、このコンサートのリハーサルを通して私が大絶賛してる曲があるんです、キューキャー、私も実はあるんです、大絶賛した曲がでも、言えないからちょっと滑らないようになんですけど、本当に可愛い、なんか始まる前に曲名言っちゃいそうですって言ってた、ね、絶対言ったらあかんよって、やばいですよね、うん、ダメ、みんな、あ、丸顔コンビだって、やだー、やったー、嫌じゃない、丸顔、嫌ですよね、 やっぱ丸顔ですか、ですよね、だってこれも丸いもん、確かに、これやばいの、確かに同じ輪郭かもしれない、史上最強に丸顔って待ってんのこれだってなんか、なんだっけ、なんかね、なんかストラップもあったじゃん、はい、あれも最強に丸くて、なんか多分ここに吹き出しとかあるから丸く見えるのかな、わかんないめっちゃ丸いの、でも可愛い、めっちゃ可愛いです、みんな、丸くない、え、丸いの嫌ですよね、え、待って、やだ、なんかこういう顔っていいですよね、細い感じ、そう、ここのね、これ欲しいよね、ないですよね、公園とかさ、花道行くとさ、うん、こっち側から撮られるで、下から、うん、下から、やばいですよね、丸い、マジで悲しい、悲しい、マジで丸いんです、丸いですよね、うん、しかもリサキちゃんここ赤いもんね、
で、ごまかし赤くしてるんですけどね。え、そうなの？チークで。え、そうなの？ずっと赤いんだと思ってた。自然の。自然の、うん、でも自然は結構緊張したら赤くなる。かわいい。さあ。さあ。長くなっちゃう。長くなっちゃうね。終わっちゃう、終わっちゃう。終わっちゃうけど、2人のエピソード？ 2 人のエピソードは一番の思い出。第一印象。あ、第一印象聞きたい。第一印象。第一印象か、うん、え、それはテレビとかでじゃなくて、うん、見てる時、会った時、会った時、うん、会った時はコンサートだよね。コンサートですね。どうだった？ちょっと待ってください。あ、はい、会った時は覚えてません。あ、覚えてません。その記憶を思い出して覚えてませんよ。ちょっと今の印象強すぎてえ、でも本当にで、やっぱ、うん、俺ずっと笑ってるんだなって思いましたなんかたまに違いますよ。たまにさ、あ、たまにじゃない、たまにです。いいんだ、たまにさ、いいよ。たまにさ、もういいよ、さ、たまにですね。たまにですね。めっちゃさ、めっちゃ笑ってたらいいけど、会ったら実はこんな感じだったら通じないです。あ、真顔ね。花さんは会ってもこんな感じだったから、本当にずっと可愛いなって思いました。え、でも花、ずっと笑ってるから、あの真顔になった時がすぐわかる。だから疲れてる時とか、こうなっちゃう。たまに眠そうな時ありますよね。バレてる、バレてる。マジで眠そうだよね。眠そうで可愛いです。眠いのかなって思ってます。ありがとう、眠いの。え、じゃあ第一印象わかりますか？覚えてますか？でもいっぱいいたもんね。でも本当にあのなんだっけ、卵みたいな、マネみたいな。あれの印象強くて、ニコ生かなんかの時が、もうなんかやっぱ変な子来たなって恥ずかしい。変な人来たなって。でも似てるなって思いましたよ、たんまる側だから。いや、私いるじゃんそんなことない。ですか？そんなことない。でも本当にあの小田ちゃんっぽいなって思った。あ、本当ですか？うん、似てる。え、似てるますよね。嬉しい。でも花さんとも似てますよね。なんでどうして？でもそうですね。あ、なんかすごいの来た、くまさん。あ、本当だ。コアラさん、ありがとう。あ、待って、私も来てた。来てた。誰だ、誰だ。これ見たら、この一番右、一番右。あ、違うか、それか。あ、来て来てた。これかな。あ、あ、だいぶ前に来た。これだ、つよぽんさんかな。え、それ普通のクマじゃん。あ、それだ、それ。リンディアさん、クマありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ウェイ。もう、じゃあ次行く。次行きましょう。ちょっと終わっちゃいそうです。今回のコンサートの話だって。はい、今回のコンサートの話。リハーサル、あ、でもさっき言ったね。注目ポイント。注目ポイントか。注目ポイントは、昼は昼。昼は、あ、ちょっと言っちゃいそうだけど。ダメだ、絶対気をつけないといけない。え、ちょっと1回目。コンサート2回目？いや、2回目じゃないです。あ、3回目か。なこちゃんの前に、夏のコン、あのツアーの時、ツアーの時と、と夏は10周年か、11周年か。10周年、あ、10周年が出れなかったかな、確か。え、出てない？葵ちゃんが卒業発表した時。あ、出てましたそれなんか1個出ないやつあったんですよね。え、何だったっけ。1個出てないの？出てないのか、あの病気で。あ、病気かわいい確かに病気で、あ、11周年かな。そう、それか。あ、ねねちゃんとさきちゃんが病気で泣かれた。悲しかった。でもめっちゃ悲しかった。めっちゃ泣きました。かわいそう。悲しかった。かわいそう。しかもニコニコ生放送も出れなかった。浴衣のやつ。待って、ニコニコ生放送ニコニコも出れなかった。え、じゃあもし今年あったら初めて、初めて浴衣。絶対出たいね。絶対出たいですよね。花さんの浴衣を見ます。なんでそれはいいんだよ。そうだ、でもどんな注目ポイントだちょっと試しに言ってみてください。試しに、うん、それでちょっと確認して、どんな注目ポイントは、もう最初、最初、うん、最初、最初、最初です。最初ですね。最初ですね、やっぱり。まあでも、もう最初から最後までだな、うん、最初から最後それが一番大事。もう昼も夜も最初から最後まで。最後、しかも、うん、そう、しかも夏だからですね。夏だからね。夏だからね。そうだよ、夏が、なんかいっぱい来たよ、また。おしりんさん、ありがとうございます。コアラさん、ありがとうございます。みんなそれ言うだって。みんなそれ言う、最初から最後まで。やっぱそう言うんだ。最初、最初、最初と最後ですね、やっぱり、うん。あと夏、夏、
夏はもう暑いからもうそのね暑さ暑いね盛り上がりでもあのこれは本当に皆さんが声を出さないとやっていけないよね、うん、いはい、やっていけない、やっていけません、皆さんにかかってます、皆さんにかかっています、皆さんがいくら夏を感じるか声を出すか声を出すか問題です、問題、うん、本当に大事ですね、声を出さないと私たちはやっていけません、うん、もうやってもやばい、やっていけないですよね、もうねえ面白い、本当になんか笑っちゃう、なんで、でもなんかさっき30分って短いですねって言って花さんと3時間したい、3時間したかったんですよね、みんな3時間何時間話すの、だから今度しましょう、また今度3時間はいつかいつかいつか何もない日に何もない日に3時間3時間分かった、えでもなんか最初お部屋でする予定だったですよね、あ、そうそうそう、会えてよかった、逆にね、そう、会えないねって話してたんだよね、話してたんですよね、なんかよかったですね、リチャキのトーク天才だったよ、いやいや、花さん天才です、なんでよ、花ちゃん寝ちゃって3時間したらやばい、起こそう、確かに寝ちゃうかもしれない一人でしょ、あ、なんかまた来てよ、あかつき仮面さん、ありがとうございます、私は大丈夫かな、なんかてない間違えちゃいそうだけど、とりあえず皆さんありがとうございます。優しい。いっぱい漫画のありがとうございます。本村さんとの思い出。思い出。あー思い出。あー話したことある？えありますあります。ちゃんと？あります。あるんだ。あでもちゃんとはないけど。えじゃあ一番仲いい先輩誰な？小田ちゃん。小田さん。そっかそっかさん。じゃあ一番仲いい先輩。結構仲いいですよね、葵さんと仲良し、うん、めっちゃ仲良し、あの一番最初に仲良くなった人、うん、あ、そうですか、じゃあめっちゃ仲いいですね、めっちゃ仲いい、だからめっちゃ悲しい、めっちゃ悲しいよね、悲しいです、ね、はぁ、悲しい、じゃあ思い出とか思い出とか言っちゃっておきましょう、思い出、ほうじゅうやわかる、わかります、ほうじゅうや2人で行ったの初めて、あーなんか聞いたことあるかも、本当、なんか行ってました前、そう、ほうじゅうや行ったことなくて、うんうんうん、あの関東の人だから、あそうですね、初めて連れてってくれて2人で、2人きりで、めっちゃ緊張したの、あそれ緊張しましたか、うん、やっぱり緊張しながら芋餅食べた、芋餅芋餅食べた、食べました食べました、うん、その時がやっぱ思い出ですか、うん覚えてる、もう今でも、うん、そうですよね、楽しいですよね、お祭りしかも楽しい花火ありますけど、北条やってもうないかな、ないですか、うん、もうでも人混み、人混み、でもそんな中でも花火見えるくらい思い出ですよね、うん、はぁ、あ、何やってんの、北条屋か、うん、じゃあ私たちもいつか連れてってください、いつか、はい、いつかね、いつか、私思い出なんだろう、でも、うん、なんかあの私の生誕祭の時に、うん、多分初めてお話できたんですけど、あ、そうなの、はあ、あ、出たの、出てくださったんですよ、確か、おうちゃん、葵さんが、ほんと、はい、ほんと、ほんとですよねで、喋ったんだ、その時に、あの、一緒にリンゴポーズしてくれてかわいい、なんか、ちょっとお話しして、うん、その時に優しいなって思いましたそれまでちょっと話したことなくて緊張してたんですけど、でも今も緊張するでしょ、先輩と話すの、緊張しますなんかもう自分からがやばいですね、そうだよね、だからもういつも後悔します、帰った後に、いや、可愛いなって話したかったのに、みさきちゃんにさ、話しかけるとさ、うん、なんか、一言でもあるもんね、終わりますか、うそー、わかる、なんだっけな、ですか、なんか、なんとかですよねじゃあ、もう、ちょっと、うそー、でも、めっちゃ、まあ、本当に内心めっちゃ嬉しいから、あ、そうなんだ、でも、今日で、ちょっと話しかけようって思いました、いや、ほんと、花は待ってるタイプなの、え、ちょっと私も待ってるタイプだったけど、うん、頑張ります、逆になんないと、偉い、いや、花がガンガン、あ、ねねちゃんにはガンガン言ってるって、そう、ねねさんには結構あの話せてたんですけど、優しい、優しいです、優しいよね、最近また緊張してきたんですよ、なんでなんで、一線超えちゃって、なんか仲良くなっちゃって、なんか仲良くなりすぎちゃって、ちょっと仲良くなっちゃって、うん、え、なんで恋恋なの、恋から緊張しちゃう、逆にそうなの、逆になんかはぁってなっちゃう、ねえ面白い、でも花さんは今なら大丈夫な気がします、今なら、まあね、でも絶対多分もう次の日ぐらいにもう向こうになってる、え、じゃあ話聞いていいですか、じゃあ何、結構嬉しいですか、うん、結
構嬉しい。じゃあ話しかけます、うん、おはようございますとかでそこ話広げちゃってえ、ロッキーと誰なんだ。苦しいロッキーはうららちゃんとか、カレンネとか。あー、そうなんだ。そうですね、いっぱいいるもんね、ロッキー生ね。ロッキー生話しますか。話すかも。誰と話しますか。まんべんなく、あ、ココちゃんとか。あー、確かに。ヒーロちゃんとか。ヒーロちゃんとか、うん、リサキちゃんもね。リサキちゃんもね。だって不思議な話になっちゃうんだもん。本当にそうですか。本当にそうですか。でもたまに話しますよね、本当に、うん、たまに話す。結構公演一緒の時は話しかけてくださるって言いますよね、うん、嬉しいです、めっちゃ。本当、じゃあこの間一人の時あったんだよね。その時めっちゃ話しかけてくれたんですよ。いやだって悲しくて、あんまないじゃん、そんなこと。あんないっぱいロキセンのにさ、一人だけって。でもめっちゃもう本当にあれだ、支えられました、その時に。でもなんか聞こえてきたんですよ、なんかマリアさんに、なんかリサキちゃんこっち来たらいいのにみたいな言ってましたよね。何言ったかも。その時になんかメイク私が一人でしてたんですよ、うん、そしたら花さんが隣の隣ぐらいにいたんですよ、うんうん、そしたらマリアさんに花さんがこっちリサキちゃん来たらいいのにみたいな言ってくれたんですけど、若干噛んでるの。めっちゃ見たんですけど、めっちゃ噛んでるよね。なんかそれ聞いてよかったのか分かんなくて聞こえないふりしちゃって。でも行けばよかったって思いました。かわいい、おもろい。花さんの髪の毛サラサラすぎませんか。え、ですよね、美容室行ったんで。本当にさ、いつもサラサラですよ。でも本当常にいつ見ても綺麗ね。え、面白い。あ、グッズだって。はい、これね、これこれ。え、リチョ禁止ないの。そうなんですよ。なんで。なんか名前リサキなんですよ。え、あだ名は。あだ名もリサキなんですよ。なんで変え、今回のブログに変えた。変えたんですけど、変えなかったです。変えれるんですかね、あれ。え、言ったら変えれたんだよ。変えたらよかった。ショック。来年絶対変えようじゃん。でも来年はさ、もうちょっと夫になってるからリサキがいいとかになってるかもよ。逆になってるかもしれない。面白い。花は今回あのハーチにしました。え、かわいい。なんとなくハーチ、ハーチいいですね。なんかね、花いっぱいさ、あだ名あるんだよね、うん、ハーチ、花、花、ハチ、ハ、ハ、ハ、アがないバージョンもある。ハチ、うん、ハーもある。ハー、なんだったっけな、忘れちゃった。昔いっぱいあったんだよね。まっちゃんとかないですか。まあ、ないです、ないです。上では、上では読まれないタイプです。私はリチャキとかかな。え、リチャキは誰が考えたの。リチャキは自分かな、自分で考えました。かわいい、リチャキかなって。かなって、かわいい気がする。あとは楽しみにしていること、コンサートで。コンサートで、なんだろう。でもさ、うん、出番増えたんじゃない。あ、出番増えました。そうだよね。そうですね、思った。なんか確かにやっぱ人数がさ、やっぱり減ったからさ。そうだ、うんうん、増えたよね。増えた気がする。でも大変だったでしょ、その分覚える。確かに。でもそこの前より覚えてる曲とかも結構あったから、だいぶ良かったけど、うん、やっぱりね、大事。え、やっぱりあれですね、出番増えて嬉しいですね。そうだよね、出番増えたもんね。花さんなんだろう、なんかありますか、楽しみにして。え、楽しみにしていること、なんだろう、なんだろうね。でもなんか楽しいですよね、本当に今回。今回いつも楽しい、今回いつも楽しい。でもなんかあの、うん、ファンの人がさ、声を出すのを慣れてきたんじゃない。確かに確かに。なんか前回はさ、うん、なこちゃんのところでちょっと緊張してそうだったけど、出しづらい気がしたかもしれないけど、うんうん、今回もうね、もうみんな慣れてるから、ね、慣れてるし、いっぱい出せるんじゃない。確かに。あと反応が楽しみだね。うん、楽しみ、めっちゃ気になる。でもめっちゃ声援すごそうですね、声援。確かに、うん、え、緊張するコンサート、はい、あー、でも出番とかで緊張します。やっぱ緊張、緊張するしますよね、やっぱり。緊張してますね、確かに。緊張してるかも。いや、今緊張してないよ。今ね、え、前さ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 、冷たいよね、冷たい、気持ちいい。冷たい人好きです、めっちゃ。お前、空耳ロック一緒でしたよね。あ、一緒だったね、うん、その時に緊張してましたよね、確か、うん、緊張するとこうやってやってんの、もう心臓の音をごまかんの。めっちゃでかい、こうやって力入れて。私今年もこうしよう。いや、こうやって。え、なんかしないの、緊張するとき。あ、でも深呼吸かな。あ、ふーって手当てますね。鼻
のオーバーチェア大嫌いなんだよね。あれ怖いですよね、うん、心臓が破裂して、破裂してもっと優しい音にしてほしい。でも優しい音でもさ毎回それかかってるからさ、確かに緊張のモードなんですよね、多分あれが緊張しちゃう。面白い。てか来てる気がしたけど、うん、あ、ニッシーさん、コウイチさん、あ、コウイチさんありがとうございます。ソウさん大丈夫かな、来てない、多分来てないと思います、思います。え、このなんていうの、これ緑水色のクマがクマですよね、うん、あれ1個しか、あ、来たよ、アリサちゃん、クマありがとうございます。あ、この1万でやるじゃない、あ、これだ、うん、これだ、これで見よう、皆さんごめんなさい理解しました、理解しました。コアラさんありがとうございます。これもですかね、それも あ、ポテニあれありがとうございます。かわいい、パンダが泳いでたやつ、パンダが泳いでんのそれ、パンダですよね、なんか、え、それパンダすごいですね、え、ほんとだすごい、なんでみんなそうやって選んでるのか、どれがいいなね、本当に面白い、本当にすごいですね。あ、お互いのパフォーマンスについて、あ、私、じゃあ私から言いましょうか。やった。私、あ、本当にパワフルじゃないですか、うん、ありがとうございます。なんかもう、なんて言うんだろう、もう、うん、あの、なんだろう、ちょっとやっぱりすごい、もうあれじゃないですか、雲の上っていうくらいやっぱすごいベテランの差があるじゃないですか、私たちって。いや、ないよ。なのにどんな時も、うん、あの全然格好つけて手抜いたりとかないんですよ、うん、なんか、もう私とかだったら、やりたくなるじゃないですか、やっぱり慣れてきたらっていうか、でももうそんなもう一切しなくて、いつでもめっちゃ感じでもうめっちゃやってるから、もう私もそんな風になりたいなって、だって思います。あ、バイバイ、葵ちゃんがいました、います、ちょっと今でも、お店はしません私たちだけ見てます、見てます、変な人で、ね、頑張ってね、頑張ります。今話してました、いろいろ、いや、恥ずかしい、バイバイ、バイバイ、お疲れ様でした。ついに皆さん声聞けましたよね、今嬉しいですよね、やっぱりね、本当に面白いんだけどな、で、何だったっけ、いい、いや、そうですね、はい、いいです、お願いします、にさきちゃんは本当にあのダンスが上手になりました。え、本当ですか、うん、え、嬉しい、だってなんか、しかも、うん、すっごい頑張ってる感じが、え、本当ですか、後ろから見てて伝わって、思わず言っちゃったの、終わった後にリハーサルで、え、よかったよって、え、そう、嬉しかったですよ、めっちゃ、それで、うん、もうめっちゃ、やますます頑張ろうって思った、はい、私もちょっと言いたかったんで、ちょっとこれから言います。分かった、ありがとう。いつも思ってます、本当にすごい、いいの、いや、本当ですよ、いいの、まだ見とれてますよ、本当に見とれてます、ちょっと面白い、あ、みんなこんな面白いこと知らなかったってですよね、花さんも、私のところも絶対言ってます、花さんってこんなに、花さんって幅いくて面白いって知ってますよ、そうだよ、間違いしてるから、間違いしてるけど、やっぱり花さんって言ってるかも、本当、あ、光一さん、ありがとうございます、あ、リチャキのバレリーナ最高だよね、だって、本当ですか、よかった、でもあれこれだ、ここ点か、うんうんうん、よかった、空気がおもろだって、でもなんか話しやすいですね、結構、本当、話しやすいです、めっちゃよかった、なんかでも元から話しやすいって思ってたんですよ、結構、あ、本当、はい、なんか優しいじゃないですか、やっぱりなんか優しい、ありがとう優しい、もう大事だよ、ちょっとこれから仲良くなりたいもんです、頑張ります、うん、ね、本当面白いね、本当話しかけます、もうなんか怒ってんの怒ってんの、面白い、もうなんで話しかけられなかったんだろう、今まで、でも分かるよ、大事ですよね、こういう時ってよかった、花さんと一緒でよかったね、はい、だってくじ引きですよ、くじ、すごいですよね、花が先に決まったんだよね、はい、言ってたんですよね、で、その後って、え、どうだった、嬉しかった、え、嬉しかったです、めっちゃ、よかった、え、もう、まさかって思って、うん、でも、なんて言うんですか、めっちゃ緊張、最初聞きました、本当口が回ってる面白い、そうなんですよ、あ、2人のコンビ名、あ、なんかさ、書いてたじゃん、そう、決めたからですよ、そう、なんて書いてたっけ、まず、ハーリーもいいなと思った、なんで、なんで、ハーリー、リサイクル、ハーリー、やっぱ、ハーチとか言われてるから、あ、はいはい、歯伸ばしたりとか、はい、ハーリーもいいし、うん、でも、
ファンの方ははちゃきって言ってたんですけど、もうそしたらそれはちょっと歯しかないですよ。だからそれはちょっと嫌なんです。え、でもねねちゃんもねちゃきだからね、似てますよね。だからちょっと違う味出したくないんですか。分かった。じゃあ何が一番いいの。え、でもハーリーも結構好き。じゃあハーリーでいく。ハーリーでいきますか。なんかありますかね、いいの。あ、逆に逆にね。確かに、うーん、花ちゃき、ちょっと長いね。でもこのハーリーって可愛いですね。あ、確かにひらがなでハーって書いてある。かわいい。じゃあそうする。そうしましょう。じゃあハーって言ってください。ハーリーめっちゃいい。めっちゃいい。これこれしましょう。じゃあ一回ちょっとしよう。せーの、ハーリーめっちゃいいですね。はい、ゲットゲット。やった。みんなハッシュタグハーリー。はい、そろそろ終わりの時間です。終わんなきゃ。そうそう、ねえ、面白い。そうそう、はい、よし。じゃあ最後の進行だった。はい、感想お願いします。本日の感想ちょっと短く。感想も本当に楽しくてやばい方です。よかったです、2人でできて。やばい、出川さんやばかったです。楽しかったね。確かに。でもなんか夢の世界みたいでした。本当にですね、夢って感じ。楽しかった、本当に。はい、では最終ランキングトップ5を、はい、発表します。ここで読みます。はい、え、これさ順位変わっちゃうね途中で。確かに。じゃあもう今締め切りますか。今足変わっちゃう。もう読んでみよう一回。読みますか。はい、はい、じゃあ5位、あかつき仮面さん。5位。はい、おめでとうございます。はい、はい、5位、かずきち、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、4位、そうさん。お、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、4位、後藤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、3位、にっしーさん。お、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、3位、アリサちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2位、コアナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位、レイニア、ありがとうございます。はい、そして1位は、こいちさん。はい、おめでとうございます。はい、1位はポテニー、おめでとうございます。ポテニーポテニーポテニー、おめでとう。おめでとう。これでいいのかな。はい、いいで、私のルームと、はい、りさきちゃんのルームで1位の、はい、あ、1位のこういちさんと1位のポテニーには、3位にはプレゼントします。おめでとうございます。ショールームから1週間以内に連絡がいきますので、うん、ニックネームを変えずに、はい、変えないでくださいね。お待ちください。だって皆さんもありがとうございます。ありがとうございました。たくさんね、本当にありがとうございます。あっという間に終わってしまいました。うん、本当にあっという間ですね。ね、本当にほら覚えてないんだけど話の内容。え、本当ですね、私もあんまり覚えてない、うん、楽しかったのだけ覚えてるから。でもね、これが始まる前もちょっと喋ったんだよね。喋ったからよかった、本当に楽しかった、ね、楽しかった。じゃあ、はぁ、い、りー、あ、言ってくれた。ため息ついてるように見えちゃうからちょっとそれ、ハッピー、はぁ、りーでは大丈夫。じゃあ、しゃべきの時ははーって言ってくださいね、普通の時は。分かった、でもあんまり言わないように。分かった、リーって言わないように。いつも言っちゃうかもしれない。ねえ、面白い。じゃあスクショタイム、もう時間かな。確かに。あ、じゃあスクショタイムしてこうで、まずりさきちゃんの方から。あ、やばいやばい。え、大丈夫かな。大丈夫。はい、はい、ずっはーって感じ。リー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 、なんだ、見てくれたかな。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあコンサート頑張ろうね、はい、頑張りましょう。えい、イエーイ、イエーイ、うん、じゃあ、はい、バイ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 、ありがとう、さようなら、バイバイ。